ジャーティ。ジャーティ、出自、生まれの意図は、インドは大陸の地域社会において、実際のカースト制度の基礎となる共同体の単位で、あり、ヒンドゥーの日常生活において、現実的に独自の機能を足す、排他的な職業、遅延、血縁的社会集団、階層を示す用語である。インド社会において、現在でも、内婚集団として機能しており、 その範囲内における寄与性を共有し、水のやり取りや教職、婚姻を許容する集団であり、また、主として、断径をたどる職業の継承体でもある。ジャーティの枠組みは、ヒンディ語で、ジャーティプラターと呼ばれ、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラよりなるバルナ、四素上、およびその枠組みである、バルナビアワスターと並んで、いわゆる、カーストを構成する要素の一つである。 現在でも大多数のヒンドゥーは、不可植民に属する人々も含め、自分がいずれか一つのジャーティに帰属しているとの意識を持っている。四バルナの区分が、社会の大枠を示したものであるのに対し、ジャーティの区分は例えば、壺作りのジャーティ、清掃のジャーティ、羊飼いのジャーティというように、特定の伝統的な職業や内婚集団によって、なされる場合が多く、その数は、 インド全体で2000とも3000とも言われている。ジャーティとバルナの間には、内婚、職業との結合、上撃戦の関係など共通する性格も認められ、不可植民のジャーティを除いたほとんどをすべてのジャーティは、同時に4バルナのいずれかに帰属している。ジャーティが、インドの社会秩序において、どのような地位を占めるかの基準は、人格や専門性などではなく、 その職業を行うにあたっての接触する物体の、清し、不上の度合いによって決められてるとされる。お物清掃人、万里、洗濯人、ドービー、川なめし、職人、茶マールなどは、不浄なものに触れやすいとして、特に低い地位に置かれている。ジャーティについては、当初バラモンを中心としたバルナの枠組みがあって、後世それが細分化されたものとする見解がある。 それに対し、バルナの枠組みが成立していくのと並行して、ジャーティの細分化もまた進行し、ある時両者が合体して、バルナ概念により整理され、秩序づけられたのではないかとする見方もある。一方、バルナの枠組みに包摂されない、不可植民の存在などに着目し、インドにおいては伝統的にジャーティプラターと、 バルナビはスタートはお互い全く別のものとして把握されてきたことを強調する立場もある。ジャーティも含めたカースト起源論には、ベーダ市場主義、サンスクリット転籍主義、古代家族制度起源論、先住民起源説、職業起源説、人種起源説、宗教起源説などの諸説があるが、これらは互いに排他的な意見ではなく、むしろ多分に相互補完的である。 上述のバルナの細分化がジャーティをもたらしたという見解に従えば、紀元前1500年頃のアーリア人の来たインド侵入にその起源が求められる。すなわち、征服者となったアーリア人がドラビダ系の先住民との間の婚行を望まず、バルナの枠組みを設け、アーリア系とドラビダ系との婚姻を禁じる法律を発したことが短章となり、その後、 職業差別に基づく区分がなされて、他の階層や、階区分が生じていったというものである。そこでは、人々の心にある区別好みと複雑化への思考が、それを促し、いくつかの儀礼区分が確立し、新しい移住民の絶え間ない流入によって、一層階級文化が進んだとされる。また、移住のほか、移民族の侵入や宗派、雑根、バルナさんから、監修などの服に、 その原因を求める見解もある。ジャーティをバルナとは別に発生したものとして、その起源を中世に求める見解もある。それによれば、ジャーティとは世襲性を伴った中世的な身分制度であり、一種の種族制度であるゴートラなど、中世社会に特有の諸要素が絡み合って生まれたものとしている。資料の不足もあって、ジャーティ相互の分業に基礎を置く存落がいつ、 どのようにして生まれていったのかは、必ずしも明らかではない。そうした中で、四世紀から六世紀にかけてのグプタ町の衰退以降、都市経済が衰え、地域的な自給自足化が進んだ時期に少しずつ形成されていったのではないかという見解も示されている。また、近年では、クラン、氏族組織や古代サンスクリットに見える、ジャナ、部族がジャーティに変化したことに起源を求め、 それは、インド社会の変容に対応したものであったという見方。示され、その過程で、食物の生産様式だけでなく、摂取に関わる規制にも変化が生まれ、それらが新たな禁忌を生んで、教職や婚姻の範囲を制限していったのではないかとする、諸論も展開されてる。なお、在来語としてのャーティが、生まれというから離れて、意味内容を拡大し、し、 教職、共に食事をすること、通婚、職業継承の単位となって、さらにそこに、多様な観光を放置する主体としての意味付けが、なされるようになったのは、比較的、新しく、19世紀半ばから20世紀初めに、かけてであったろうとする見解がある。ジャーティは、以下のような伝統的機能と特質を持ってきた、集団単位である。各ジャーティはしばしば固有の職業を持ち、 生員はその職業を世襲する。そのため、ジャーティの名には職業に関わるものが少なくない。例えば、タイヤ職人のジャーティである、ローハールは、鉄を意味するローハ、投稿のジャーティであるクンバールは、陶器を意味するクンバをそれぞれ語源としている。ただし、ジャーティと職業の結びつきは固定したものではなく、現実には同一のジャーティに属するものが異なる、職業に従事することも、少なくない。 しかし、最下層に位置する不可植民のジャーティ集団の就業状況を見れば、伝統的な職業に従事している割合は、まだかなり高い。常実のように、農作業はすべてのジャーティに開かれており、したがって、様々なジャーティが様々な形で農業に参加する。図式的に言えば、上層は、地主として、中層は、自作農として、下層は、小作実りとして、最下層は、 農業労働者としてというような形で参入する。もちろん、村によってその様相は異なる。ヒンドゥー教徒にとって、食事は一種の儀礼でもあって、汚れから食事を守るためには最新の注意が払われる。原則的には異なるジャーティに属するものとともに、飲食すること、貝のジャーティに属するものから、水や食べ物を受けることは禁じられるが、ジャーティによって、また、 地方によって多様であり、常に、この原則が守られているわけではない。また、他のジャーティからは、同等とみなされるジャーティ相互では、相手の食物を拒否し合うことが少なくない。ここでは、より高い寄与性を互いに競う心理が働いている。飲食物に関しては、高い階層ほど禁忌とされるものが増え、バラモンの中には完全な菜食主義を守るジャーティもある。注意、会は取り、 ヤギ、魚などの肉を食べるが、牛肉食や豚肉食は一部不可食民ジャーティに限られる。それぞれのジャーティには、上述したように結婚、食事、職業に関する諸慣行が掟として存在しており、違反者に対しては、長老会議や聖員による集会によって、罰金支払いを含む様々な制裁が加えられた。ジャーティからの追放もその一つであった。 一時追放の場合は復帰の手段もあったが、永久追放された場合は、他のジャーティから受け入れられるともなく、家族からも見放された。こうした起きては、ジャーティ内の結束と、地域社会における地位を保持していくためには遵守される、必要があった。その意味で、個人の自由は厳しく制限されたが、他方、ジャーティに帰属して、先祖以来の職業に就く限り、 最低限の生活保障はなされてもいた。その意味では、個人やってのジャーティではなく、ジャーってやっての個人であった。インドの伝統的な地域社会にあっては、一般に一つの村に10から30程度のジャーティ集団があり、ジャーティ間の分業体制が成り立ってきた。例えば、農村において職人は、必要とする村の成員にサービスを提供する代価として、 かつては村で収穫される穀物の一定割合を受け取っていた事例がある。こうしたジャーティ間の相互関係を北、インドではジャジマーニー性と呼称している。しかし近年では村全体で抱え込むようなスタイルでのジャジマーニー性は姿を消している。営農上、または生活上のすべての必要を村の中だけで賄うとすれば35から40という。 多数のジャーティを必要とする。村は決して孤立してきたのではなく、村内でまかなえない仕事があれば、人々は他の村々のジャーティに依頼して、脳と生活の営みを続けてきたのである。歴史的には、前近代のヒンドゥー教会核運動において、新教派やジャーティの連合が確立されようとするとき、人々がそれまでの中退を断ち切って、 新集団に帰属していることを互いに確認するため、教職や通婚が求められた事実が確認されている。そこでは、ジャーティプラターの枠組みは否定しないまでも、その許容範疇の組み替えが寄給されたこととなる。また、19世紀の北インド内陸部においては、汚れを被むる恐れから、海外渡航に対する強い危機感が存在していた。しかし、 イギリスへの留学が帰国後、弁護士や高等文官など英達へ結びつくことが一般に知られると、浄化や食材の弁法が急速に普及し、やがて近畿とはされなくなった。清し、不上観念も決して普遍のものではなかったのである。ジャーティにおける観光と序列は、インド社会を停滞化、膠着化させた元凶と言われ、封鎖的で独善的な処傾向を助長し、 愛嬌心や愛国心の発達を阻害したと指摘されることが多い。しかしこの制度は、全近代における経済発展の一定段階においては生産力を向上させ、それを保持していくのに効果があった。また、特殊技能を高度で精緻な段階に引き上げる役割を果たし、自給自足経済に向応した安定性も有していた。このように、一性者にとって、 都合の良いものだったため、ヒンドゥ王国の支配者のみならず、ムガル帝国などのイスラーム政権もこれを温存し、その上に君臨するという手法を採用した。法律するように、それはイギリス帝国も同様だったのである。一方、上述したように、ジャーティが自治的機能を有する共同体であり、個人の最低限の生活を保障する役割を果たしてきたため、 非支配者であった民衆も、またこれを維持しようとしてきた側面がある。各ジャーティが持つネットワークは、婚姻を通じて拡大し、それぞれの文化や生活、習慣の遵守によって強化され、今日でもジャーティ内部の争いの調停、就職支援、病人、貧困者に対する扶助などもその中で行われている。個々人におけるジャーティへの強力な帰属意識は、相互に、 直接の血縁関係はなくても、大家族の原理をそのまま拡大他に等しいものであった。インド大反乱のケーがスイッパーヒーの使用する銃の薬莢に牛脂、豚脂が塗られているという噂から発生した背景には、近畿を犯して、ジャーティから排除されることは、ン社会では破滅であり、生きる術を失ってしまうという事情が介在していた。倫理的ないし宗教的要因としては、 ヒンドゥー教における清、清志、不浄観念と、豪、輪廻思想が挙げられる。清志、不浄の思想は、いずれの宗教においても見られるものであるが、ヒンドゥー教のもとでこの思想は極度に発達し、そこでは、物理的な不浄不潔と、精神的価値とが混在して見られる。それぞれの職業や観光は清志、不浄の観点から評価され、バラモンを最高位とする序列がなされている。 それぞれのジャーティが持つ不条性は集団的なものであると同時に、いずれのジャーティもそれぞれにふさわしい寄与性を保たなければならないとされてきた。そうしなければ、自らが属するジャーティのインド社会における序列の低下を招いてしまう。すなわち、ヒンドゥーにおける独自の寄与し、不条関連はインド社会をジャーティに分割する原理になっているとともに、 その集合体からなる社会の秩序原理ともなってきたのである。また、ヒンドゥー教徒は、霊魂が前世になした行為、号によって縛られ、様々な姿となって、生まれ変わて、現世を規定すると信じてきた。これが輪廻の思想であるが、同時に、現世の自分の階層や職業に没頭することで、来世の幸福が約束されることでもあり、この思考の枠組みによれば、 下の階層はバラモンなど上位の階層に尽くす、ここそが自らを救済する道となる。こうした徹底した宿命感が清不条の観念と相まってバルナ及びジャーティの枠組みを支えてきたと言える。なお、清不条観念でカーストを捉えようとした先駆者の一人にフランスの社会学者エル・デューモンがいる。デューモンは清をバラモンが不条を 不可植民が体現するという両極を設定し、政治権力や経済力は両極を揺るがさないとの論を唱えた。異論もあったが、反響もまた極めて大きいものであった。ただし、ジャーティを含むカースト機能論には、近年、清志、不条のイデオロギーではなく、基地、教イデオロギーを重視する立場や、支配、従属関係を基本軸とする冒険論で捉えようとする立場も生まれている。 ジャーティ相互には上実した村落内での分業関係のほか上下関係も存在する。それは通常バラモンを最上位とし不可職民を最下位とする儀礼的な序列である。この上下関係には地域差もあり職人ジャーティなど中間ジャーティの上下関係は曖昧な場合も少なくない。例えば三発人の序列は北インドでは極めて低く一般に不可職民に 位置づけられるのに対し、南インドではそれよりも上位に位置することが多い。隣り合う村でさえ、序列が微妙に異なることすらある。ジャーティが序列化され、階層を成していることについては、4バルナがバラモンを頂点に階層化されていることの延長内視は、類推によって理解しようとする場合が少なくない。しかし、同一バルナに帰属するとされるジャーティ間相互の序列は、それでは、 うまく説明がつかない。また、清志、不条観念を上下関係の基準に置くとする考えもある。しかし、それでは、不可植民とそれ以外については説明できても、地域社会全体における上下関係の全てを、説明しきれるものではない。また、各ジャーティのバルナ貴族も、歴史的に見れば必ずしも絶対不変だったわけでも、なかったのである。 歴史的変遷の中で序立化、階層化が生じるのはインド社会に限られない。しかし、インドでは階層化されたバルナの枠組みと雑婚に関わる規定がすでに存在し、そこには寄与し、不上関連が織り込まれていたため、階層化や上下関係を説明する際に、これらが容易に参照されていたことも事実である。ただし、それが、 社会的に広く共有されるにあたっては別の力が作用した。それは植民地時代以前にあっては在地の王権であり植民地化されて後はイギリス領インド帝国の権力であった。特に後者は序列化の調停役を果たし国政調査報告者や知事はジャーティの序列にしばしば言及し司法裁判所は序列の証明となる観光を登録して 随時じ最下を与えていたのである。序列化を広く、社会的に押し広げていく要因の一つには、植民地支配があった。元来、バラモンと不可植民の両極端を除けば、各ジャーティ間の序列を決める、絶対的な基準があったわけではなく、あくまでも、相対的なものである。したがって、序列の近接するジャーティ相互では、その上下をしぶしぶ認め合っているケースも、少なくない。 そこでは、相手よりも、序列の順位を上げようと機会を伺う姿勢が顕著に見られる。イギリスからの独立運動に際しては、バルナやジャーティの枠を超えた連帯があり、独立後のインド国勢調査では、指定された、不可植民とトライブを除いて、人口統計は取られなくなり、ジャーティの理解についても言及されなくなった。序列を社会的に表明する環境にも変化が生じたのであり、 ジャーティ間の序列競争が見られるようになってきた。あるジャーティが序列における順位を向上させるためには、経済力の上昇や政治的地位の向上だけでは不十分であり、序列の頂点を占めると、自他共に認めるバラモンの生活様式を模倣して、これまでの生活をより寄与性の高い方向に変更することが求められる。具体的には、 より頻繁に彩色をバラモンに取り行ってもらうこと、肉食をやめて、彩色に変えること、禁酒などである。こうした形での序列上昇を目指す動きは、サンスクリット化と呼ばれている。これは、一人一人や、個々の家族が目指しても効果がなく、村の同じジャーティに属する全家族、全構成員が実行できなければ、地位の向上には繋がらない。上昇の単位は、個人ではなく、 あくまでもジャーティなのである。サンスクリット化の一方では、近年の経済発展に伴う、職業構造の変化によって、経済力も、生活様式も低落し、最下層への編入が余儀なくされつつあるジャーティも見られる。1970年代以降の都市化、近代化、産業化の急速な進展は、職業選択の自由の拡大をもたらし、近代的な工場は、 様々なジャーティによって担われている。固定した世襲的職業の継承というジャーティの機能の一つはここでは成り立ただなくなってきている。都市における様々な飲食店では誰が作ったかわからない料理を食べることになる。教職についてもこのような状況下では従来の規制を遵守することは難しい。鉄道やバスなどの公共輸送における混雑も同様で、 他のジャーティとの皮膚の接触は寄与し、不上観念からすれば避ける基金期であったが、そうも言ってはいられない状況にある。近代化や都市化の影響は農村にも押し寄せ、ジャーティの伝統的職業に大きな影響を与えている。伝統的な報酬に代わり貨幣の支払いが求められるようになり、投稿たちは工場製の陶磁器やプラスチック製品の普及により、職業転換を迫られ、 金銀採掘士に属するジャーティも村からの需要によっていたものが村人が町の金銀採掘士に注文するようになって自転車修理などへの転業を余儀なくされた。石鹸の普及によって洗濯が火事の一つとなった結果、洗濯人ジャーティは注文をほとんど失い、その多くは農業労働者となった。反対に従来不条で癒しい仕事とされてきた洗濯業に 市場の寄与性を持つはずであったバラモンが進出した例がある。それはドライクリーニングの登場によって出会った。技術革新が伝統的な寄与し、不上観念を変えてしまった例と言える。このように現実のインド社会ではジャーティ集団と伝統的職業の関係はかなり希薄になってきている。その一方で従来の序列関係は 必ずしも政治経済的な上下関係とも一致しない。南インドにおいては、反バラモン運動によって、中囲の集団が政治的、経済的に上昇した例があり、村落社会において、不可植民のあるジャーキ集団が最大を占める村では、その不可植民ジャーキから村長が選出される例さえあった。このような動きに対し、上述した。 序列競争特にサンスクリット化や選挙制度の導入の結果、ジャーティによる統合がかえって強まり、各種規制、彩色、禁止、過夫彩婚禁止などの強化が広がるという逆行現象も生じており、複雑な様相を呈している。独立後のインド憲法では、カースト差別を禁止し、留保制など不可職民やブラク民の社会的、 経済的向上を図るための特別の保護政策が取られるなど、立法と行政の力による社会改革が試みられている。ジャーティの枠組みはかつてのような機能を果たさなくなってきているが、近代的司法制度や福祉政策が社会の隅々にまで行き渡っていない状況にあっては、存落を中心に依然根強い影響力を持ち続けているのである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。